梶井元次郎え得体の知れない不吉な塊が私の心を始終を押さえつけていた焦燥と言おうか剣をと言おうか酒を飲んだ後に二日酔いがあるように酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくるそれが来たのだこれはちょっといけなかった結果した敗戦タルや神経衰弱がいけないのではない 待たせを焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけていっても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで始終私は町から町を不労し続けていた。 なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしても、よそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある、汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする、裏通りが好きであった。雨や風が蝕んで、やがて土に帰ってしまう、といったような趣のある町で、 土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるような、ひまわりがあったり、かんなが咲いていたりする。時々、私はそんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ、今自分が来ているのだ、という錯覚を起こそうと努める。私は、 できることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった第一に安静がらんとした旅館の一室正常な布団匂いのいいかやとノリの,のよく効いた浴衣そこで一月ほど何も思わず横になりたい根わくはここがいつの間にかその死になっているのだったら錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれ 想像の絵の絵具を塗りつけていく何のことはない私の錯覚と壊れかかった町との二重写しであるそして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ私はまたあの花火というやつが好きになった花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青やさまざまな島の色を持った花火の束中山寺の星下り 花合戦、枯れすすき。それからネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまた、ビードロという色ガラスで、鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれをなめてみるのが私にとって何とも言えない凶楽だったのだ。あのビードロの味ほど、かすかな涼しい味があるものか。 私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるゆえだろうか、全くあの味にはかすかな爽やかななんとなくしびといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。 二千や三千のものといって贅沢なもの美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるものそういったものが自然私を慰めるのだ生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであったところは例えば丸善であった赤やきの王どころんや王おどきにんしたきり細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った 琥白色やカワセミ色の香水瓶、キセル、小刀、接点、タバコ私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかし、ここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定台、これらは皆。 借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は、孔の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の、空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよいでなければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ。 先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下り、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。 果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも、古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽の快速調の流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの記念、的なものを差しつけられて、あんな色彩や、あんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物も,もやはり奥へ行けば行くほどうずたかく積まれている。 実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかったそれから水につけてある豆だとかくわいだとかまたそこの家の美しいのは夜だった寺町通りは一体ににぎやかな通りでといって漢字じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ているそれがどうしたわけかその店頭の周囲だけが妙に暗いのだ もともと片方は暗いに城通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったがその輪郭が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのが瞭然しないしかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思うもう一つはその家の打ち出したひさしなのだがそのひさしがまぶかにかぶった帽子のひさしのようにこれは形容というよりもおや あそこの店は帽子のひさしをやけにされているぞ。と思わせるほどなので、ひさしの上はこれも真っ暗なのだ。総周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が周囲のように浴びせかける懸案は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒を切りきり目の中へ差し込んでくる往来に立って、 また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは寺町の中でもまれだった。その日、私はいつになくその店で買い物をした。というのはその店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどもくあり触れている。が、その店というのもみすぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので。 それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。レモンエロウの絵の具をチューブから絞り出して固めたような、あの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系の格好も。結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私は、どこへどう歩いたのだろう。私は長い間、街を歩いていた。四終。 私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくら偏んできたと見えて、私は町の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らされる、あるいは不審なことが、逆説的な本当であった。それにしても、心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは、例えようもなくよかった。 その頃、私は配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために、手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう、握っている手のひらから身内に染み通っていくような、その冷たさは心よいものだった。私は、何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみた。 それの産地だというカリフォルニアが想像に昇ってくる漢文で習った売観者の言の中に書いてあった鼻を打つという言葉が切れ切れに浮かんでくるそして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔にはぬくい血のほとぼりが昇ってきてなんだか身内に元気が目覚めてきたのだった 実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思えるそれがあの頃のことなんだから私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで一種誇りかな気持ちさえ感じながら美的装束をして町を伏した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。 汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の繁栄を測ったりまたこんなことを思ったりつまりはこの重さなんだなその重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので疑いもなくこの重さはすべての良いものすべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか思い上がったか逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり 何がさて私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのはマルゼンの前だった。平常をあんなに避けていたマルゼンが、その時の私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも。 着せるにも私の心はのしかかっては行かなかっってててははなた憂鬱が立て込めてくる私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は絵本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるな。と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る、そして開けては見るのだが、克明にハグってゆく気持ちはさらにはいてこない。 しかものろわれたことには、また次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて、一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなって、そこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私はいく度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、日頃から大好きだったアングルの大色の重い本まで。 なお一層のこらえがたさのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群を眺めていた。以前には、あんなに私を引きつけた絵本が、どうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さてあまりに尋常な周囲を見回すときの、あの変にそぐわない気持ちを。 私は以前には好んで味わっていたものであった。ああ、そうだそうだ。その時、私はたもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度、このレモンで試してみたら、そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしくつぶし。 また慌ただしく築き上げた新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした機械な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりしたやっとそれは出来上がったそして軽く踊り上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据えつけたそしてそれは上出来だった見渡すとそのレモンの色彩は ガチャガチャした色の会長をひっそりと防水系の身体の中へ吸収してしまってカーンとさえかえっていた私はほこりっぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした私はしばらくそれを眺めていた不意に第二のアイディアが起こったその奇妙な企らみはむしろ私をぎょっとさせた それをそのままにしておいて私はな食くわぬ顔をして外へ出る私は変にくすぐったい気持ちがした出て行こうかなそうだ出て行こうそして私はすたすた出て行った変にくすぐったい気持ちが町の上の私をほほえませた丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた 奇怪な圧巻が私で、もう10分後にはあのマルゼンが美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう私はこの想像を熱心に追求したそうしたらあの気詰まりなマルゼンもこっぱみじんだろうそして私は活動写真の看板絵が期待な趣で街を彩っている峡谷を下っていった